上、小田井駅は、愛知県名古屋市西区高尾町にある、名古屋鉄道、名古屋市営地下鉄の駅。駅番号は名鉄が203、e、名古屋市営地下鉄が T01。名鉄の犬山線と名古屋市営地下鉄の鶴舞線が乗り入れる。名鉄と名古屋市交通局の共同使用駅であり、名鉄が管轄している。名鉄が西葛郡西春町で営業していた。 平田橋駅が当駅の前身である。地下鉄鶴舞線の延伸、総合直通に先立って、1991年に名古屋市内へ移転し、上、小台駅として新たに開業し、現在に至っている。名古屋市は、当駅と国鉄瀬戸線の小台駅を直結することで、市北西部の玄関口となる、小台総合駅を1992年度までに整備することを検討していた。 これは、当駅の立体交差化及び、名鉄犬山線、地下鉄鶴舞線の相互直通運転実現に加え、当駅と小田井駅の間を高架建築物で連絡し、ターミナル機能を充実させることで、両駅を金山総合駅と並ぶ、ターミナル駅として機能させる構想だったが、1987年、頃から2年間にわたり瀬戸線の工事が中断されていたことから、 総合駅整備計画も中断していた。その後、1989年12月に瀬戸線の建設再開が決まったことから、名古屋市はこれで、小台総合駅の整備計画具体化に弾みがつくと期待を寄せていた。公益財団法人名古屋町づくり校舎は、1993年度の駅前広場の整備完了をもって、 総合駅の整備は完了したと述べている。また、名古屋市の公式ウェブサイトでは、山田学区の紹介ページにて、1993年に、上小台総合駅が、完成と言及されているが、当駅と小台駅の高架建築物による連絡は2020年時点でも、実現していない。島式ホーム2面4線を有する高架駅。ホームは、 地下鉄、車両8両まで対応している。外側2000に、名鉄名古屋方面発着の列車、内側2000に、鶴舞線発着の列車が発着する。なお、鶴舞線内折り返し列車は2番線に、到着後引き乗船で折り返し、改めて3番線に入線する。なお、この引き乗船は配線上名鉄名古屋方面からの出入りは、不可能であり、地下鉄専用である。 鶴舞線は当駅を出てから高架を降り、トンネルに入るまでの約300メートルの区間の未上区間となっている。発車案内は名鉄タイプの LED 式に段表示で、地下鉄用のものは五条を避けるため、全列車行き先の欄に地下鉄と表示され、この電車は名古屋、金山方面には参りません。という注意説明が流れる。また、 注意を促すために3.4番線には3番線地下鉄赤池方面4番線名鉄名古屋方面と書かれた看板も設置している2.3番線側にある駅名表は名鉄の形式に水色の温泉を配し次の駅名と駅番号を記載した地下鉄鶴舞線仕様となっている豊橋駅や雇美駅とは異なりホーム上を含めた改札内に 中間改札や乗り換え用マナコ簡易改札機などはない。名鉄犬山線と地下鉄鶴舞線は接続待ちを行っていないため、列車が遅延した場合、接続時間によっては乗り換えできない場合がある。当駅ではマナコが利用でき、名鉄の乗車券確認システムが導入されている。移動等円滑化取り組み報告書によると、 2019年度の1日平均乗降人員は2709人で、ある。明鉄120年、近20年の歩みによると2013年度当時の1日平均乗降人員は18231人で、あり、この値は、明鉄全域中20位、犬山線中4位であった。 名古屋鉄道100年市によると1992年度当時の1日平均乗降人員は3818人であり、この値は岐阜市内線近いつ運賃区間内各駅を除く名鉄全駅中116位、犬山線中11位であった。名古屋市統計年間によると2019年度の名鉄の1日平均乗車人員は1270人。 地下鉄の名鉄と名古屋市営地下鉄の総合、連絡人員を含めた1日平均乗車人員は2万1802人で、ある。各年度の1日平均の利用者数は、以下の通り。犬山線の駅では、江南駅、岩倉駅、西春駅の次に利用者が多い。地下鉄の分を合わせると、犬山線最多の利用者数の駅となる。当駅の名鉄、 地下鉄間の相互連絡による通過人員はここ数年減少傾向にあるが2009年にモゾワンダーシティが開業したことから2009年度の当駅の乗降客数は前年度以前と比べて大幅に増加している当駅の利用エリアとしては西区の山田支所管内の多くの地域のほか、北名古屋市南部、清洲市東部となる名二関とモゾワンダーシティあたり駅は 国道302号上の高架にあり、さらにその上を名古屋第二環状自動車道が通る。当駅をまたぐ、中央大駅と西原駅までの地域は、名古屋の旧市街を水害から守るための遊水地としての機能を有していたため、名古屋駅などから比較的近いにもかかわらず、交通不便な場所であった。立体交差事業、駅の移転、国道302号。 名二間の建設、名鉄と地下鉄の接続が同時期に強調して行われたため、駅周辺の街路は整然としている。省内川、新川、八田川の3つの川に挟まれた、当駅周辺は2016年より三津川タウンと呼ばれており、商店街は形成されている。金融機関商業施設その他商業施設工場、事業所教育施設その他上、 小田駅バス停停留所名は上小田駅。名古屋市 A バス、名鉄バスによって運行されている。バス停は南口西側にある。かつては名鉄バス小木線が当駅から平新橋、六津市、藤島団地を経て岩倉駅、小牧駅を結んでいたが2006年3月31日に廃止された。上、小田駅北口から新川を渡ったところに、 北名古屋市内を走る循環バス、北バス、鹿島西バス停がある。内は駅番号を示す。平田橋駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。